はい、いよいよ最後の時間になってしまいました、頑張って終わらせようと思いますので頑張って聞いてください、それではヒューマニズムのことを今考えていますけれども、第一に無神論、第二に進化論、第三に唯物論、これが根底にあるっていうことですね。これに基づいて全てを考え出すのがヒューマニズムです。で、学校では何が教えられているかっていうことを話していたんですけれども、学校で植物と動物の細胞とかって勉強したことあります？どういうものだと感じました？植物は植物、動物は動物、あ、同じようなんだけどちょっとだけ違うんだなぐらいに思いました。細胞壁があるかないかっていうような感じでしょうかね。はい、血がある、血がない。はい、学校の教科書で勉強していて、動物と植物は全く違うと感じました？それともあんまり違わないと感じました？違わないって感じる人が多いんではないかと思いますね。血の中に命があるって感じました？聖書はそう言ってますよね。そういうことは一切触れてないと思いますね、学校ではですね。そうですね、進化論とかも学べば、進化の歴史の中であるものは植物になり、あるものは動物になっていった、そういうふうに教えられるわけですよね。そして最後にある動物から人間のようなものが出てきた、最後に人間になった、そう教えられるわけですよね。それを教えられるときに自分はどういう存在だって感じるでしょうね、聖書を知らなければ。どうでしょう、植物と一緒っていうふうに感じると思いますね。自分は物質とそんなに変わらないっていう感覚を持つんではないかと思いますね。で、しかも弱肉強食の中でそれが出現したっていうことは、勝ち組と負け組がいるんだっていう考え方ですね。最近は勝ち組負け組っていうことを社会的によく言われますけれども、この考え方と進化論っていうのは密接に結びついてると思いますね。皆さん、聖書に基づいて考えて勝ち組負け組ってあると思います？まあ、イエス様信じたら勝ち組で、信じなかったら負け組かもしれませんけれども、救いのことは別としてどうでしょう、ね、みんなイエス様のキリスト体の一部分で、目は目の働き、鼻は鼻の働き、手は手、足は足、優劣はないっていうことですね。例えば皆さんの家にですね、いろいろ家財道具があると思います。洗濯機とかテレビもあるかもしれないですし、コンピューターとかあるかもしれないですし、バケツとか雑巾とかお箸とかですね、いろいろあると思うんですけれども、家財道具で皆さんにとって役に立たないものは何ですか？バケツですか？雑巾ですか？安いかもしれません、手に入れようとした。でも雑巾がないと困るわけですよね。そのそれぞれの働きの中ではどれも重要ですよね、皆さんにとって。だから皆さんは買ってくるわけですよね、あるいは作ったかもしれませんけれども、私たちはそれぞれの目的に合わせて作られていて、
人から見たらなんでこんなつまんない働きしてるのって思われるかもしれませんし、ああ、あの人はすごい立派な働きしてるって思われるかもしれませんけれども、神様の目から見たらどの働きも重要だっていうことですよね。その目的に従って作られていれば。勝ち組負け組っていうのはこの世から教えられる考え方なんだっていうことですね。この世で低い働きだと見られているもの、あんまりお金のもらえないような働きをしている人もクリスチャンの中でいると思いますね。でも主がそこに使わしているなら、それは最高の働きをしているわけですよね。私たちは勝ち組とか負け組っていう考えをこの世の中から受けているかもしれません。でもみんな主の目には大切だっていうのをよく知ってると思いますね。子供たちがいるお母さんお父さんは出来のいい子悪い子で区別して、お前はいいけどあなたダメって真剣にそう思うでしょうかね。そう思うとしたらこの世の考えが染みついてる親だと思いますね。でも本当に子供を愛していたら、この子はこういう特徴があってここに秀でている、こっちはこういう特徴があってこのところに秀でている、どちらも大切に、まあその何ができるできないにかかわらずですね、愛していると思いますね。イエス様はどうでしょうかね。あなたたちはこれができるから OK、 あなたこれできないからダメってそういう見方はされないわけですよね。できる人はできることをやれば OK、できない人でもできることがあってそれをすれば OK ですよね。2タラント5タラント1タラントもらった人、2タラントもらった人も5タラントもらった人も同じように褒められています。1タラントもらった人は1タラントの能力あるのにしないで何もしなかったので叱られているわけですね。まあ話が脱線していってしまいましたけど、なんででしょうねはい、勝ち組負け組、進化論から勝ち組負け組っていう考えが出てきて、聖書の考えではないっていうことですね。ヒューマニストマニフェストの5番にはこういうことが教えられています。現代科学による宇宙の本質の描写は、この現代科学による宇宙の本質の描写っていうのは進化論に基づく宇宙の歴史ですね。それによると、人間の価値についていかなる超自然的宇宙的保障も受け入れられないものとしているとヒューマニズムは主張する。何を言っているかっていうと、聖書は創造主がおられて、人は創造主によって創造主の形に作られて、主の目から見たら一人一人がとても大切だっていう、人は価値のある存在だっていうことを聖書は言ってるわけですけれども、進化論によって創造主はいない、そう考えれば、人間は何の保証もない、救われる保証もなければ大切にされている保証もない、それが明らかになったっていうことですね。明らかにヒューマニズムは未発見の事実を否定はしない、しかしいかなるまたは全ての事実の存在や価値について決定する方法は知的調査手段と それらが人の必要に関係あるかどうかでの評価にあるよるとヒューマニズムは主張する。ヒューマニズムに基づけば何によって人の価値は決まるでしょうか。全ての価値は決まるでしょうか。創造主が決めるんじゃないんです。人が決めるんですね。このヒューマニズムの考え方を突き詰めていくと、自分に何かができて何か良いことができれば自分は価値がある、何もできなかったら自分は価値がない
ていうように感じさせられてしまう、そういう教えになってしまいます。そしてもう一つ、科学が全てを決定するっていうような考えですね。人間の知恵と力で全てが決定される。聖書が、聖書の教えによって私たちは何が正しく何が間違っているかを判断するのではなく、人間が何が正しく何が間違っているかを決めるんだ。これがヒューマニズムの考え方ですね。そうするとですね、ヒューマニズムの視点では創造主の存在はありません。グレーになっている部分ですね。非造物について霊を持つ存在であるっていう考え方は否定されます。また人の精神については完全に科学で解明することはできないので、まあグレーで表してありますけれども、非造物について物質として捉えられる部分、これに関しては人の知恵で検証することがある程度できます。でヒューマニズムが扱うのはこの物質の部分だけですね。なぜなら全て物質だと思っているからです。物質については科学で検証できるし、精神も物質の一部だと判断するわけですね。で、ヒューマニズムに基づく精神の考え方っていうのは、ただ単にその化学物質の反応によって感情を感じたり、いろんな思考をしたりっていうことだっていうふうに考えます。だから薬によって精神的な問題は全て解決できるんじゃないかっていうのが精神医学の考えですね。ヒューマニズムに基づく。これは正しいでしょうか。間違ってるでしょうか。霊の部分、それを全く無視しているわけですね。だからもちろん薬によって治る部分もあるでしょうけれども、それが全てではないっていうことですね。むしろ主はそういう私たちが心が弱くなったりですね、そういうのを用いられることって多々あります。パウロでしたかね、私たちは弱い時に強いのですということを言っています。私たちは自分のダメさが分かったりしてですね、でもそれでも主が愛してくださって私たちと共にいてくださるって考えて、主を信頼して生きていくとき、主をどうぞ助けてください、お願いしますって言って、ただ主に信頼して生きていくとき、私たちは主が脱出させてくださったりですね、そういういろんなことを経験するわけですね。それによって私たちは主に対しての感謝を本当に感じたりするわけです。まあ、そういうわけでヒューマニズムの考え方っていうのは基本的にこの下の部分だけですね。人を物質としてしか扱ってなくて、人間が知的に判断できるかできないかで全ての価値が決まってしまうということです。それからヒューマニスト宣言の2というのは、これは1973年に書かれています。1から40年経った時ですね。でこのヒューマニスト宣言の2は、一応さらに詳しくヒューマニズムの考え方を解説しているものなんですけれども、でここにはこう書いてあります。我々は超自然者が存在すると信じるには証拠不十分であることに気がついた。科学では創造主の存在を証明することができないからですね。科学は霊を扱うことができません。物質だけです。だから証拠不十分だって豪語しているわけですね。それは人類の存続と完成という問題の前には意味がないか、あるいは不適切である。
創造主がいるかいないかっていうものを議論するのは不適切だって言ってるんですね。そして創造主はいないと考えるものとして、もう前提が創造主はいないです、いるかいないかの議論はしないっていうことですね。創造主はいないと考えるものとして、我々は創造主からではなく人間から、創造主からではなく自然から全てを考え始めるっていうことですね。今の日本の社会はこのように考えるようになっています。それ感じていますか、感じられますか。ヒューマニストたちが思った通りの社会が今ある意味実現しているわけです。嬉しいですか。この考え方は創造主を否定して人間中心の考え方ですね、進化論中心の考え方です。もう一つ、我々は人類の宗教的伝統の中にある倫理的に本当に良い教えを維持する必要があると評価する。互いに愛し合いましょうとか、そういう教えですね、やもやめや孤児の世話をしましょうとか、そういう教えは維持する。聖書の中の良い教え、人間的に良い教えはヒューマニズムもパクりましょうっていうことですね。言い方悪いかもしれないですけど、それは自分たちの教えとして取り入れましょう。それらの多くは我々も共有できるからである。しかし我々は人が可能性や責任を完全に持つ存在であると評価しない伝統的宗教道徳の特徴は否定する。聖書は人は罪人だと言っています。死に至るということを教えています。それは否定するっていうことですね。人が可能性や責任を完全に持つんだ、そう信じるので、人が可能性がない、救われる、今のままだと救われる可能性がないよ、そう信じることはできないっていうことですね。そしてですね、いかなる神も我々を救えない、我々を救うのは我々自身である。これがヒューマニズムの考え方ですね。そのためにですね、ヒューマニスト宣言の2の中でいろいろもっと書いてあるんですけれども、例えば学校とか病院とか孤児院とか、そういうのをスタートしたのはクリスチャンたちです。でそれをクリスチャンたちの手から取り上げなければならない。もしクリスチャンたちに任せていた、そこで信仰を持つ人たちが起こされてしまうということですね。で政府が、無神論に立つ政府がそれをやらなければならないっていうことが主張されています。また教会の在り方も変えなければならない。彼らにしてみれば、無神論者たちにしてみれば、神を崇めるっていうのはナンセンスです。神はいないと信じていますからね。で神を崇めている限り人間はさらに進化できない、そう信じていたわけですね。だから神様を礼拝するとか、神様に対して祈るとか、神様に対して賛美するとか、そういうのは教会でストップさせなければならない、こう考えたわけですね。でそのために進化論を用いて教会を変革していこうとしました。そして出てきたのがリベラルな教会ですね。で特にユニテリアン教会っていう教会、聞いたことありますか。フレンドの教会とかですね。でそういうところでは何が教えられているかっていうと、神様は愛ですよっていうことは教えられます。
でもイエス様が救い主だとかそういうことは教えられないわけですね。私たちも愛し合いましょう、神様が愛ですよ、それぐらいですね。聖書の真理が完全に骨抜きになってしまったのがユニテリアン教会ですね。リベラルな教会はその一歩手前ですね。教会によっては神様の奇跡っていうのを全く信じないリベラルな教会がたくさんあります。イエス様の処女降誕を信じない教会、そういう教会の最初何を信じなかったか、天地創造です。進化論と矛盾するので天地創造を否定するわけですね。聖書通りじゃなくて最初はちょっと変えるだけかもしれません。ちょっと変えていいんだったら他のところもちょっとずつ変えられるわけですよね。最初ちょっと変えたら本人たちは良かれと思ってしてるかもしれません。ペテロのようにですね、ペテロはイエス様のためを思ってイエス様あなたが十字架にかかるなんて言っちゃいけませんよ、あなたはダビデの王位につく方でしょ、自分が殺されるなんて言っちゃダメですって善意で言ってるわけですよね、ペテロは。でもイエス様は下がれサタンって言ったわけです。私たちも善意で、聖書ではこう書いてあるけれどもこう言えば聖書にも矛盾しないしこの世の考えにも矛盾しないし、そういう思いが来るかもしれないですね。その時に気をつけなくちゃならないです。本当に聖書はそれでいいというかどうかですね。もしかしたら両方を受けられる考え方っていうのもあるかもしれないですね。でも多くの場合、ほとんどの場合それをしたらさらに聖書を否定する方向に向かってしまうわけですね。ヒューマニスト宣言は34人の当時の著名人がサインしてる、署名をしてるんですけれども、その中に牧師たちが何人もいます。教会の牧師ですね、バプテスト教会の牧師とかユニテリアン、まあ、当時のユニテリアン教会ですね。最初ユニテリアン教会の人たちもイエス様の救いを信じていました。でも後になってくるともう信じないですね。神様が愛であるっていうことは信じるけれども聖書に書いてあることはあんまり信じない。で、まあそういう教会、まあリベラルな教会で、例えばアメリカの教会ではこの時代に父なる神っていうのはとんでもない、母なる神って呼ぶべきだっていう教会、知ってます？聞いたことあります？そういう教会があります。どうでしょうね。あるいは賛美歌あるわけですけれども、賛美歌を賛美するのも神様に対して賛美するんではなくて、私たちがみんなで歌って楽しいなっていう賛美を目指すわけですね。対象は私たちが楽しいっていうことです。私たちを賛美することにつながっていくわけですね。人間こそ私たちを救うんだっていう考えが実は教会の中にも入り込もうとしているので、で実際にしばしば入ってきます。でもなかなか気がつかないように入ってくるんですね。それに気がついたときは本当は聖書は何て言ってるんだろうっていうことを一緒に考えて、あ、この考え方は聖書と違うねっていうのを常に確認していかないと、いつの間にかヒューマニズムの教会になっていってしまう可能性がありますので、そこは皆さん一緒に気をつけていきましょう。ヒューマニズムの人生観は自分はどこから来たのかっていうのに対して進化論を信じてますから、自然に長い時間と年月をかけてアメーバから進化して偶然人間になったっていう考えですね。偶然の存在っていうのは目的があるでしょうか。自分は何のために生きているかっていう目的がないわけですね。
与えられた目的がない。だからヒューマニズムを信じている人たちは、あなたたちは何をやるのも自由です、自分の生きたいように最高の人生を送りましょうっていうふうになっていくわけですね。そして自分は死んだらどうなるのか。進化論では私たちはただの物質です。ヒューマニズムでは物質です。物質はなくな滅んだらただ崩壊して消失するだけですね。皆さんは今生きている間人生を最高に楽しんで、死んだらどうせなくなって消えてしまうんだから、この今生きている間を楽しみましょうっていうのがヒューマニズムの考え方ですね。聖書はこれでいいと言っているでしょうか。残念なことにですね、このヒューマニズムの教えが浸透していくことによって、苦しかったら死んでしまえば楽になるっていう考えを後押しする結果になっていると思いますね。自殺者が多く起こっているのもこの考え方の影響があるのではないかと思います。それからヒューマニスト宣言の2の第1条の中にこうあります。超自然的な存在が人を超える権威であるという考え方は人類の未来への発展に障害である。人が進化するためには障害だっていうことですね。神がいるっていう考えは、したがって創造主を認めない。人類の知恵と力で全てを達成していくのが私たちの宗教の目的である。ヒューマニズムという宗教の目的は人が最高の知恵と力を持っているんだから、この世界でユートピアを実現することだっていうことです。創造主を否定して人間を肯定する、これがヒューマニズムだっていうことですね。その中で作られていった曲の一つは We Are The World っていう曲があります。皆さん歌ったことあります？We are the world, we are the children. いい曲ですよね、なかなか。で、日韓ワールドカップサッカーのですね、その時のテーマ曲としても選ばれましたし、高校の教科書にも結構これが載ってたりするっていうことです。その歌詞の内容ですけれども、皆さん英語で読んでいて、日本語で翻訳して読んだことあるでしょうかね。時が来る、我々がある飯に心を向ける、そういう時が来るっていうことですね。世界は一つとならなければならない、人々は死んでいる、まあこれが作られたのは飢餓対策のために作られたわけですけれども、今が命のために手を差し伸べる時だ、全ての中で最も大切偉大な贈り物、それが人が手を差し伸べることだって言ってるんですね。我々は日々誰かがどこかですぐに変化をもたらしてくれるだろうと考えている。我々は皆神の大いなる家族の一員である。そして真実は周知のごとく、私たちに必要なすべては愛である。どうですか、いい曲だと思いませんね。我々が世界だ、我々が子どもたちだ、我々が輝かしい明日を作る者たちだ。だから与え始めよう。我々はしようとしている選択がある。我々は自分自身の命を救う。我々がより良い明日を作るのは真実である。ただあなたと私で。これがサビの部分ですね。We are the world, we are the children. どうですか？いい歌でしょ？あなたの心を彼らに送ろう。すると彼らは気にかけている人がいるのを知る。そして彼らの命は強く自由になる。皆さんも誰かが気にしてくれたり心配してくれたりしたら近づけられることってあると思いますね。ちょうど神が石をパンに変えて示したように、そのように
私たちも与えようということですね。聖書に書いてありますよね。神が石をパンに変えて、誰ですか？神、石をパンに変えなさいって言ったのは誰でしょうね。多分これ作詞した人は単に勘違いしてただけだと思います。でも内容をよく見るとどうでしょうね。サタンのことを神と呼んで、でこのサビの部分の最後のところで、我々がというのは誰かっていうと、ただあなたと私ですね、人間です。創造主は抜きですね。2番のそのように我々も助けの手を差し伸べようっていうことで、まあ、またサビの部分があって、あなたが疲れ果てた時、望みが全くないかに思われる時、皆さんだったらどうしますか？主に祈ったり、主に委ねたりするのが、ちなみにですね、笑い話ですけれども、クリスチャンの牧師と役員が集まってですね、もうニッチもサッチもいかない状態に教会が追い込まれた時ですね、牧師が言いました。もう祈るしかないかって、本来どうしたらいいでしょうね。最初から祈る必要があるなぜですか？主は祈りに応えられる方だからです。皆さんは子供があれをしてほしい、これをしてほしいって、もし皆さんに子供がいたらですね、それが良いことであればしてあげたいと思うのは当然だと思いますね。私たちの天の父も私たちの願いを知っています。で、私たちが祈るならばそれに応えると言っているわけですね。良い答えであれば、良い願いであれば時にかなってですね、答えてくださいます。ちょっと脱線してしまいましたけれど、あなたが疲れ果てた時、望みが全くないかに思われる時、ヒューマニズムの答えは何でしょうか。しかしもしあなたが我々には落ちようがないことをただ信じるなら、ただ変化が訪れることに我々は気づく。もしヒューマニズムの考えでは、あなた大変だったね、でももうこれからは良くなるよ、もっと良い方向に考えましょう、もうこれで下げ止まりだから大丈夫だよ、そう信じたらあなたは変わっていくよ、これがヒューマニズムの考え方です。そうするとどうなりますか？主に頼る必要がなくなるんです。自分を信じて、自分の可能性を信じればそうなるっていうことですね。これは実は聖書の教えと神人への考え方です。主に頼って主を信じていくならば、主は願いを叶えてくださる。聖書はそれを約束していますよね。進化論、このヒューマニズムは神様を抜きにして信仰を持てばそれが叶うんだっていう考え方ですね。そして我々が一体となって立つとき、その変化が訪れるんだっていうことですね。我々っていうのは人間です。そしてサビの部分ですね、我々が世界だ、我々が子供たちだっていう、そういうサビの部分があるわけですけれども、皆さんどうですか？ある教会ではですね、これいい歌だと思ってですね、賛美歌として使ってたそうです。で、私がこの話をした時、とんでもない
曲を賛美歌に使ったって言って、それからは使わないことにしましたけれども、私たちは知らないと間違って悪いものを良いものだと思って使ってしまうわけですね。ですから私たちは本当に聖書の御言葉によって、何が正しくて何が間違っているかをきちんと判断しなければならないですね。先ほど、いかなる神も我々を救えない、我々を救うのは我々自身である、これがヒューマニズムの考え方だということを話しました。また人類の知恵と力で全てを達成していくのが私たちの宗教の目的である、これがヒューマニズムの考え方ですね。この考えが日本ではずっと戦後教えられてきたんだということを考えてみてください。学校の校長先生の多くがヒューマニズムは最高の教えだと思っています。神様を抜きにして考えたら確かにいい教えかもしれないですね。先ほどどなたか言ってくださったかもしれませんけれども、でも神様がいるのにそれをいないとしてしまったら現実が見えなくなっていくわけですね。先ほどもローマ人への手紙の1章の18から20を読みましたけれども、というのは不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。神様は激怒されているこの世に対してですね、そのことを私たちは重く受け止める必要があるのではないかと思いますね。でも神様は同時に私たちを愛しておられて、忍耐して待っておられて、そして私たちが神様の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は創造の時、世界の創造の時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められる、そのことをはっきりと知るように願っておられるわけですね。箴言の1章7節、ソロモン王はこう書いています。主を恐れることは知恵の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。この知恵っていうのはどの知恵でしょうか。人の知恵でしょうか。聖書の知恵でしょうか。聖書の知恵を指してますね。主を恐れるならば、本当にこの恐れるっていうのはもちろん怖がるっていうことではなくて、主が本当にこの全ての創造主であることを認めて、畏怖の念を持ち、畏敬の念を持ち、そして主の御前にひれ伏すときですね、誠の知識が、知恵が私たちを私たちは手に入れるチャンスがあるわけですね。それは聖書を通してです。でも愚か者はその聖書の知恵、訓戒を蔑む、こう言ってるわけですね。だから私たちは聖書に基づいて、完全に聖書に基づいて考え始めなかったら、この世の考えに基づいて考え始めたら、そして聖書をミックスさせてしまったならばどういうふうになってしまうか、ぜひ考えていただきたいと思いますね。先ほど3つの十字架の話をしましたけれども、1人目の強盗はイエス様を認めず悪行を言いました。2人目の強盗はイエス様を信じてパラダイスに行くと言われたわけですね。今日も犯罪者がたくさんいますけれども、2人例を挙げますと、1人はオクラホマ連邦ビルを爆破したティモシー・マクベイという人ですね。彼は1995年の4月19日にこの連邦ビルを爆破して、この時に168人の命が失われました。また850人以上が重軽傷を負ったわけですけれども、でここにある文章はですね、
ウィリアム・ヘンリーという人が書いた征服されざる者っていう詩ですね。これをティモシー・マクベイは自分が処刑される日のに最後に渡したんですね。でこの最後の部分に何が書いてあるかっていうと、 I am the master of my fate、 私は、私自身の運命の主人である、私がどうするかは私が決めるんだっていうことですね。また I am the captain of my soul、 私の魂の船長は自分であるっていうことですね。皆さんの魂の船長は自分ですか？誰でしょう？誰、イエス様だったら最高ですね。私たちの運命の主人がイエス様だったら最高ですよね。自分だったらどうですか？でもティモシー・マクベイはそのように考えていたんでしょうね。ティモシー・マクベイは1968年に生まれています。でこれらの人々の命が失われたことは残念だって口では言っています。しかしそれが獣の運命なのだ、それが人の支払うことになる通行税だと理解している、こういうふうに彼は手紙を書いています。処刑の2日前ですね。それが獣の運命なのだって言っていることから、彼が人は獣の一つとしか考えていなかったっていうことがわかりますね。皆さんもその学校の教科書だけを勉強したらですね、人は動物だって思いませんか？人は動物でしょうか？聖書に基づいて考えたら、神様は人を動物だと見ているでしょうか？見ていないわけですよね。人を特別な存在として作られているわけです。皆さんは学校で教科書を見て、人は動物じゃないって教えられたことあります？神様の似姿に作られてるんだよって教えられたことあります？ないわけですよね。それがヒューマニズムの教育がされているからです。ヒューマニズムという言葉はないですけれども、教えられている内容はヒューマニズムですね。ティモシー・マクベイもおそらく進化論を教えられて、それしか教えられずに育ったんではないかと思います。で彼は、2001年の6月11日に薬物注射によって処刑されるんですけれども、死ぬ間際まで自分は悪かったっていう意思表示はせずに、カメラをじっと見つめてですね、それで息を引き取ったということです。で、公開処刑となっていますけれども、どういう公開処刑かっていうと、この爆破によって亡くなった人の遺族だけテントが張られていて、そこにその死刑の瞬間が中継されていたそうですね。一言も謝罪の意思がなかったわけですね。ティモシー・マクベイにしてみれば当然かもしれません。それは死んで、それで人は死んで終わりなんだから、何の価値もない、その人から見てですね、ヒューマニズムっていうのが悪い方向に転がったら、こういうふうな考え方になっても仕方ないかなと思います。連続殺人犯のジェフリー・ダーマーという人がいます。アメリカで17人の人が、男性、少年男性が殺されたんですけれども、でジェフリー・ダーマーという名前をアメリカ人にすると、あれほど凶悪な犯罪者はいないって思われるような人ですね。1994年に終身刑が確定するんですけれども、彼は刑務所の中で同房の囚人にリンチによって殺されるわけです。彼は生前ですね、こういうふうにインタビューに答えて語っています。もし人が
責任を問われるような創造主など存在しないと考えるなら、もしそうであれば自分の行いを改めて受け入れられるように振る舞わなければならない理由はどこにあるだろう。とにかく私はそのように考えました。創造主はいないんだから、自分は作られた目的もなくて、自分が何かをしなければならないっていうこともなくて、じゃあ自分がどう生きるかは自分で決めていいじゃないかっていうことですね。私は常に進化論が真理だと信じてきました。それは私たちすべてはベトベトした泥から出現したに過ぎないという考えです。原始スープというものがあって、そこからアメーバみたいなのが出てきて、それが進化して最後に人間になったっていう考えですね。そして私たちが死んだら、ご存知のようにそれで終わり、何もありません。無になって消えてしまう。私たちは物質だから。それがジェフリー・ダーマンが信じていた考え方ですね。それを信じてジェフリー・ダーマンは自分のしたいことをしたわけです。彼のお父さんがですね、クリスチャンでした。ジェフリー・ダーマンが犯罪を犯しているときは、お父さんは教会に行ってなかったんですね。でも彼が捕まって大変だっていうことになって、再び信仰をしっかり持つようになりました。で、教会に行き始めて、でライオネル・ダーマーという人ですけれども、彼は、何とかして息子を救いたいと思ったわけですね。で、彼がしたことは、聖書的創造を伝えている本を13冊刑務所に差し入れることでした。で、ジェフリー・ダーマーはその本を読んで、自分の考えてきたことが間違いだったっていうことが分かるんですね。で、インタビューでこう言っています。しかし主イエス・キリストこそ誠に創造主であると信じた時から、他のすべての人同様、すべての責任を創造主が負ってくださると信じています。自分が大変な犯罪を犯してしまったけれども、その責任も主が負ってくださったんだ、それで死んでくださったんだ、そのことを信じたんですね。で、ジェフリー・ダーマーはそれからどうしたかっていうと、刑務所内で福音を伝え始めたんです。で、そういう中で彼はリンチで殺されてしまったわけですね。イエス様の十字架の両脇にも2人の犯罪人がいます。創造主を恐れる者は自分の罪を認め、イエス様を信じました。で、パラダイスへ行くわけですね。愚か者は自分の罪を認めずにハデスに行くわけですね。で、2人とも、先ほどのティモシー・マクベイもジェフリー・ダーマーも両方とも、進化論を教えられて育ったと思います。でも創造主がおられるっていうことを知ったジェフリー・ダーマーは考え方を変えられたわけですね。で、今手にいると思いますけれども、1995年ぐらいからですね、少年の凶悪犯罪っていうのが頻発するようになって、で今ではもうそういうのが当たり前のように起こっても誰も驚かない時代になってきたと思います。特に神戸の幼児殺傷事件ですね、榊原事件っていうのを覚えている方は、これほど凶悪な犯罪っていうのが日本で起こったことがあるだろうかって思うぐらいですね、世間を震撼させた事件ですね。で、小学6年生が小学6年生を殺すという事件とかですね、長崎ですかね、毎日新聞の記者の娘さんが殺される事件とか、いろんな事件が起こっています。なぜそういうことが起こるようになったと思いますか？
人を物のように考えている、神様から作られた特別な存在という考えがなくなって、自分も人も特別じゃない、単なる動物だってもし思ってしまったらどうでしょうか。しかも弱肉強食の世界の中で私たち人間がのし上がってきたんだ、勝ち組になればいいんだっていう考え方が出てこないでしょうか。2009年に土浦8人連続殺傷事件の裁判が水戸地方裁判所であったんですけれども、その殺傷事件を起こした犯人の金川被告はこう述べています。人を殺すのは蚊を殺すのと同じ、これは読売新聞の記事に載っていることですけれども、この考え方はまさに物質主義をそのまま表している考え方ですね。さらに、人を蚊に例えた金川被告は、ライオンがシマウマを食べるとき、ライオンは何かを感じるでしょうかとも述べた。ライオンにとってはシマウマは餌かもしれません。だから餌を食べるのに全然同情もしないでしょう。金川被告は自分も土浦、荒川沖駅の人たちを殺すとき別に何も感じませんでしたよっていうことですね。そういうような心がヒューマニズムによって作り出されてしまったのではないか、そういうふうに私は思うんですね。弱肉強食の考え方、適者生存の考え方、言い方変えれば進化論によって作り出されたっていう大事でしょうかね。その教育によって、また死刑にしませんと言われたらと問われると、人を殺し続けるとも述べたと言っています。彼は殺されたかった、死刑にされたかった、自分の生きる意義目的が分からなかったわけですね。これが実は進化論を信じていって、負け組っていう、進化論の負け組と言っていいか分からないですけれども、もう自暴自棄になっていくと、こうなるんではないかと思いますね。たくま死刑囚は大阪教育大学の、附属小学校で事件を起こした人ですけれども、彼も死刑になりますけれども、ティモシー・マクベイと非常に似たような行動をとります。死を恐れずに、また創造主を信じないで、生き物が大切だと思わない、人を物のように考えるということですね。ヒューマニズムは人を大切にしようと言います。でもその主軸は進化論です。矛盾しているわけですね。人間中心主義の結果、教育の結果、それが起こっているのではないかと思いますね。ですね、先日京王線の死傷事件が起こりましたよね。10月31日、服部恭介容疑者ですけれども、ハロウィーンだから電車に人が多くいると思って、京王線は上りの方が人が多くて、ジョーカーに扮してですね、バットマンのジョーカーに扮して乗り込んだわけですね。で、彼の目的は人を殺して死刑になりたかったっていうことですね。またそれだけではなくてですね、出口康之さんという犯罪心理学者はこう言っています。こういう事件を起こす人間は、そもそも社会に対して不満を持っている人間が多いですね。社会から自分は正当に評価されていないという、ちょっとだけ伸びていいですか、
いう不満から社会に一矢報いたいという攻撃行動に出る、他人を巻き込む無差別テロを起こすことで自分はこんなにできると存在を誇示したい、ジョーカーという話題性を狙った歪んだ自己顕示欲の表れでしょう。こう書いてあります。皆さん、誰もがですね、人から認められたいっていう思いあるわけですよね。で、私たちが本当に認めてほしいのは誰からですか？神様から認めてほしいわけですよね。イエス様に私たちは認めてほしいわけです。認められてほしいわけですね。どんなに人か世間か認められたとしても、イエス様が認めなかったら私たちは地獄に行かなければならないわけですね。主の愛によって、憐れみによって私たちをイエス様は認めてくださったからこそ、私たちは本当の人生を取り戻すことができたわけです。私たちは主によって贖われたので、だからそのことを感謝して生きていくことがどれだけ大切かっていうように思うんですね。イエス様はこう言っています。弟子たちが、使わされて、自分が悪霊に命じると悪霊も出ていくんですよ、すごいですねって思って帰ってきた時ですね。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するかといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。私たちの名が天に書き記されていること、これがどれだけ大切か、そのことを感謝して喜んで生きることが大切かっていうことですね。どんなに世間に名が知られても、これを失ったら何の得もない。ヒューマニズムっていうのはどういう教えなのかっていうことを考えるときにですね、ヒューマニズムっていうのは創造主を無視し、自分の理性で理解できるものが全てだ、そう考えてですね、自分の力で何でもできると考えるようになることです。結果として自分を称えたり、自分はすごいって思うようになったりですね、敬虔さ、謙遜さを失って自分のありのままの姿が出てくる。言い換えると、ヒューマニズムっていうのは罪の性質がそのまま現れたものではないか、そう思うんですね。人間のありのままの姿です。皆さんはそういうふうの中で生きていきたいでしょうか、それとも死の前に謙遜になって生きていきたいでしょうか。私たちの中にはヒューマニズムの部分っていうのはたくさんあるかもしれません。それに気がついた時、主の前にひれ伏してですね、そして主の前に謙遜になって悔い改めて歩むこと、これが本当に大切だなっていうふうに思います。自分の名を自分で知らしめるのか、それともただ主に知っていただいていることが大切なのかということですね。はい、いろいろ脱線しながらで話してしまいましたけれども、また機会があったら話させていただきたいと思います。今回のことを何か考えることがあったら、ぜひ主にあって生きる人生の中で役立てていただければと思います。一言お祈りします。天にいます私たちのお父様、皆を賛美いたします。私たちはこの世の中で生き、この世の中でさまざまな影響を受けて生きていますから、絶えずこの世の教えが私たちのうちに入り込んできます。その時に私たちは聖書を通して何が本当なのかを見極め、聖書が常に正しい、そう確信して生きる生き方をすることができるようにどうぞ助けてください。主は、私たちが喜んで聖書を信じ、聖書が示す通りに生きていくならば喜んでくださいます。私たちがどうかそう生きることができるように、
私たちの心を主が絶えず守り導いてくださいますようお願いいたします。またこれから牧師になる方もいると思いますし、伝道師になる方もいると思いますし、あるいはいろいろな人を導く立場になる方もいらっしゃると思います。主よ、どうぞヒューマニズムの考えではなく、イエス様が私たちにどう信じてほしいか、それを聖書を通して学び明かしていくものとさせてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。お疲れ様でした。ありがとうございました。